17世紀の版画に描かれたストレレッツ・ストレリツィは、火器を主装備とした16世紀から18世紀初期にかけて存在した、モスクワ・ロシアの不評体。しばしば重兵隊と訳される。ストレリツィは、名詞ストレレッツの複数形である。この言葉は元来いてを意味していたが、ひなわ銃やマスケット銃が普及してからは、重兵の意味になり、 ストレリツが組織されてからは特にその隊員を指すごとなった。本校では和訳の通例に従い、兵士を意味するときは、複数人いてもストレレッツの語を用い、軍組織を意味するときだけストレリツの語を用いる。モスクワをパトロールするストレレッツアンドレライオブ・シキン1897年作1540年代から1550年代にかけて、チャーリー・イヴァン4世により、 当時ロシアに頻繁に侵入していたタタールなどの外敵に対抗する目的で皇帝自家族のこの永住兵隊であるストレリッジが編成された。これはロシア史上初の常備軍といえるもので制服を与えられ火器を扱うための訓練を受けていた。この隊に所属するストレレッツは終身勤務であり、初期には商人や農民などの兵民から徴収されていたが、 次第に世襲的な軍人階級となっていった。当初の兵力は500名のストレレッツで構成されたプリボーと呼ばれる連隊が6体であったが、時代とともに増員されていき、16世紀末にはおよそ2万人から2万5千人、1681年には5万5千人のストレレッツが存在した。この時、およそ半数のストレレッツはモスクワの精鋭軍に所属し、 皇帝の直命により軍事作戦に参加するほか、首都の治安維持にあたる警察官としての役目を果たしていた。残り半数は地方都市に駐屯し、その都市の軍司令官の指揮下で国境警備などを行っていた。ストレレッツには郊外に専用の居住区が与えられ、報給と食料の支給を受けていた。また地域によっては、報給の代わりに、 小さな土地を与えられることもあった。放給は十分とは言えず、収入を補うために、手工業や交易などを営むことが許されていたが、これが次第に、ストレレッツ間の財産の不平等や、商人との癒着などを生じさせることとなる。1552年の火山征服、リボニア戦争、17世紀初頭のポーランドスウェーデンによる侵略など、数々の戦闘で、ストレリツィは、 ロシア軍の主力部隊として活躍した。重兵処刑のアサバシリイバナビッチ・スラコーブ1881年作17世紀後半には、新しく編成されたロシア正規軍に比べて、時代遅れとなっていった。また17世紀から18世紀にかけて、濃度や民衆による暴動が相次いだ。この時、過酷な軍役、度重なる宝給の遅延、 地方管理などによる権力の乱用に不満を抱いていたストレレッツも暴動に加わることとなった。一方、モスクワの上位階級のストレレッツは政府の権力争いに積極的に関与するようになり、17世紀末には政治に対してかなりの影響力を及ぼすようになっていた。1682年、皇帝ードル三世が死去した後、 その姉ソフィア・アレクセイブならの先導により一部のストレレッツが暴動を起こした。この政変により、病弱なイヴァン・五世とまだ幼いピョートル一世が共同で皇帝となり、彼らの代わりにソフィアが摂政として実権を握ることとなった。この体制は1689年にピョートル一世がクーデターを起こし、ソフィアを失脚させるまで続くこととなる。その後、 ピョートル一世は近代化政策を進めるとともに、ストレレッツの軍事的、政治的活動に対して徐々に制限をかけていった。これに反発するストレレッツにより、1698年7月に、モスクワで大規模なストレリツの放棄が起きたが、ピョートル大帝により鎮圧され、モスクワのストレリツの解散命令が出されることとなった。しかしながら、1700年のナルバの戦いでの敗北を、 受け、政府は、ストレリチの解散を一旦中止し、大北方戦争の重要な局面、特に1711年のプルート川の戦いなどに、ストレリチの精鋭軍を投入した。その後、ストレリチは、ロシア正規軍に吸収されていった。1711年には、モスクワのストレリチが廃止され、また1716年までに、地方都市のストレリチも徐々に解散。 再編成されていき、その歴史に幕を下ろした。ストレレッツの主装備は、マッチロック式、もしくはフリントロック式マスケット銃であり、傭兵的には、同時期のヨーロッパ諸国のマスケット銃兵とほぼ同様であった。また、白兵専用にバルディッシュと呼ばれる長江の斧を装備していたが、これは、射撃時には銃貨としても用いた。このか、特に指揮官は、サーベル、 パイクなどを傾向することもあった。G 今年品、ピョートル前夜のロシア彩り流、社2003年 P163。ありがとうございます。